はい、どうもこんにちは、ヒカルです。ロボニャン F 型じゃなくて28号リベンジマッチいきたいと思います。今回はね、ちょっと作戦を考えてきました。もうね、直接攻撃しない作戦です、これは。だこいつね、近くに寄ったらね、直接攻撃がやたら早いんでね、多分、妖術でじわじわ行った方が確実かなと思ったので、もう直接攻撃を持ってきてないです、ほとんど。パーティー的にね。だから俺、ニャンマー所で行ってます、パーティー。まあ、このパーティーでね、ニャンマー所、コマさん、あと一角、ニャンキシというパーティーで全員守備固めで、HP とか守備をもう上げて、底上げして、とにかく死なないように、長期戦で勝つという作戦で、行こうかなと思います。レベルはだいたい全員50ぐらい。ですね。ちょ、ニャンキシが40何歩かなぐらいです。まあだから、レベル的には多分ね、ギリギリいけるぐらいのラインだと思うんですけど、まあこれで、ちょっとまあ、3人でね、行ってみようと思います。まあまあまあ、僕は初めてなんですけど。一応俺と名人はもう経験してるんですけど、もう俺一回だけ行って、名人多分何回か行ってるんですけど、まあ、ポンプを止めれるんで、3人いればね。あの、前さんはとりあえず、最初はまあ逃げてパターン読んで、そっから動き始めるって感じで。最初なんか雑魚戦も結構強いよ、あれ。ロボニャン系。結構強いですね。最初の雑魚戦なんかロボニャンガードした時に攻撃したら、カウンターダメージ食らいにダメージ。それ気をつけなあかんね、ほんまに。ああ。あれめっちゃ強いよ、あれ。あれ強いです。ロボニャン。いや、あれって妖術でもカウンターするの、あいつ。強いへんやろ。どうなんすか。無理やん、どっちかやろ、あれ絶対。妖術無理やん。じゃあ俺あれやな。ん？雑魚で出るよ、これめっちゃ。え、これ暗いやん、これ普通に。え？よっしゃ、いった。それー、これめっちゃ強いやん。キー？これや。あ、逃げない方でいるかな。おらー、いやこれ。はい、こい。俺もできるわ、これ。だから、ためながら逃げて。あ、そういうことね。そうそう。で、ボスターもこれでいった方がいいで。これないと、もう攻撃が当たってまうから、ほんま。こっちや。おじゃあ。強いな。めっちゃすぐ下手溜まるな。ニャンマー所おったら、もう溜まったんやけど、俺。これ、ヒット数が多かったら攻撃溜まりやすいな。攻撃というか。おじゃあ。オッケー、呪っとれ。地道に。いやな、地道に行った方がいいな、これ。強いから、俺、ほんまにこいつら。まあ、ここは多分、まあ、楽勝で。まあ、回復役が2人いるんでね、今回。おらー。まあ、いけるよ、ここは。全然。おら。一応、ニャンキシに美脚のコンボ出して、全、HP オート回復持った方がたまに1とか2回復しとる。あれ結構だ、や、役立つからな。オッケー。よいしょー、これめっちゃいいやん。回復一応できるから。この全体攻撃。これめっちゃ強いな。これ溜めるやつやろ。うん。これ火炎の術系。俺は火炎やね。俺も火炎。痛い。もう強い。うん。これ。やばい。よいしょー、やばいやろこれ。やばい、死ぬ。危ない。オッケーオッケー。俺、守備200まで上げてったのに、こいつ、めっちゃ強いな、攻撃。こいつら。これ、あれか、カウンターで攻撃食らったのか、多分俺。濃いな。これが。よいしょー。何やかんや、これ強いな。強いで、ほんまに。でも多分、大丈夫か？ボス戦は、戦わせたもん、この、陣形で。起き倒せる。回復量がめっちゃ少ないんや。起き倒した。大丈夫か？ゴールデン来やがった。ゴールデンやん。よっしゃいくぞ。でもまあ守備高いし HP 高いから安定するな、やっぱ。しかも回復役2人やからな、今回。もうお前さんやばかったら回復ばっかしょでか、ずっと。オッケー。とりあえずこれ一回死んだら気絶起こったらほんまに立て直すのしんどいから、多分そうならへんように行った方がいいやろ、多分。ロボガッパー。オッケーロボコマまだ出てくるんかよ、ほんま。めっちゃ多いやん、攻撃。帰れい。おっかいくん。回復準備しとか。そう、止められた。うん。ロボコマーウ。ローメン来た。それが滑れる。いや、長期戦じゃなくて多分あれ勝てへんよな、名人。ですかね。あれ絶対短期戦無理やで。HP めっちゃ高いからな。敵の。うん。だからほんま攻撃読んで、動いていった方が多分ええと思う、あいつは。俺がやった、一回やった経験上な。オッケー。ダウン取った時に攻撃とかでええと思うで、ほんまに。勝つぞ。うん。いける。時間かけても勝てるやろ。時間かけて勝ってないから勝ちたい。うん。だってみんな勝ってんねやろ。勝ってんみたいな。たぶんレベル上げたら勝てるやろうけど、低レベルで勝ちたい、やっぱ。勝ちたいね。なんとかな。どうだった？
お、ジダマ。ジダマ。森ランは別に。片付きましたよ。来たぞ。お、来る。なんか取った方がいいんじゃないですか。届くか。おっしゃ。これ意味あるんかな、グレートかして。これ来るもん。シャー来たー。うわ緊急事態。やばい。この後。やばいな。うん。アルビバーグのだろ。完全に。うわでっててて。まずここ行きたい。タミネだろ。完全タミネだろ。完全やな。うん。完全タミネだから。今しかもタミネだよ。かぶっとうじゃん。シャー。こいつマジ近接攻撃多いから、あの、そこはきっちり見た方がいいで。多分慣れればこいつの攻撃避けれると思う。ほんま余計に宣伝すればな。え？どこ行った？どこ行った？下か。来た。これめっちゃ強い。これほぼ即死やな。もう黒いやん。でも下座使っとこうかな。危ない。どこ行ったんこいつ。さあ行ってこい。おい、150黒いやん。マジで怖いやん。40の難しい黒いやんけど、いけるな。溜めたらいけるんじゃん、溜めたら。36して黒。溜めて。いや、わかんない。溜めて36とかっぽいけど。マジでよ、156食らっとるで、俺。腹巻きミサイル。これ避けやすいで、めっちゃ。あ、121食らったわ。オッケーオッケー。これめっちゃ、あれやん、いけるやん。結構 HP 減っとるで、こいつ。おぉ。これいけるな、作戦。いけるぞ、これ。ノーダメやもん、まだ、未だに。途中で。もう、オート HP 減らすやつでも強いな、結構、これ。ええぇ、ー、何があった？でも当たってもないな、あれ。これ、こうやった。全員力合わせていける。何日回復しよう。やばい。危な。メジ食らったよ。オッケー。はい、回復します。オッケー。お、こいつ50人ずつ食らっと。俺のあの呪いで。嘘。めっちゃええやん、これ呪い。え？これめっちゃええぞ、呪い。これが危ない。あいつ強いからな。多分もうすぐポンプ食らえんて、俺が思うに。このポンプ来たら、ヤギシそれで、いけるようになるか。あの、止めれるとはず。ダウン取れるはず。4つ止めたら。オッケー、でも、いけるとこれ。これいけるな。ただこれ敵出てくるやん、ロボにはその F 型みたいな、雑魚敵で。あれは怖いな。危ない危ない危ない。おい、124食らわされるわ、俺。オッケー。俺も150食らわされる。あと俺、呪いでめっちゃ食らわせれるからな。呪った。やばいな。ほら、50人食らってるな。やばいやばい。あれ、オートやからな、ほら。見て。ナオセンでも食らわせれるから。ほらーこれめっちゃいいやん、呪い。太陽預け。いや、これ強いやろ、これ。腹巻き見せる。危ない。普通に。結構な時間しかも食らわせるから、一発でこれ、500くらい削るとこあるな。あ、これ。え？端っこにあんねん、これ。A ボタン直して止めれる。30秒で止めたらいける。オッケー、止めた。端っこが。あ。最後、これ、敵の攻撃見ながら行った方がいい。注目して。あと一個、終わった？止めた。来た！来たー！決めちゃって。これで下の食らわせていくべきだ、多分。じゃあ離れとこ。やばい、復帰しやがった。うわ、食らった。うわ。いや、だって HP 高なったとか、お前さん。いける。よし。あれ、超回復ね、それだけ。やばい。いて。やば。オッケー。でも回復していこう。一旦回復に専念する、俺。オッケー。それでいいと思う。攻撃は別に、せんでいいから。呪いで殺してもいいから、別に、極論。でも HP 減ってってことだ。だいぶこれ、ええぞ、これ。しました。いや、これええな。俺ね、前こ、もうちょっと追い込んだから、俺やられたからな。多分もうすぐ。ナンキチ。ナンキチやばいぞ。呪いがこれめっちゃ使えるわ。わかったこと。これボス戦の時に使えるあれやったんな。超呪いの術って。ミサノキさん。おらこれ逃げながらやるってでかいな。危ない。逃げろ。お、来た。もうすぐ多分あれやぞ。やばい。これ。やばい、死ぬ。うわ。うわ、死んだ。いける。さあ。オッケー。ナイス。よし、いけるぞ。きゃ、やばい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 、ちょ、危ねえ。守備上げとったから生き残れた。やばいな、守備。やばいな、こいつ。こいつ、攻撃がやばいな。危ない。これ、楽や、楽勝や。アップン、アップン、来た、これ強いぞ。いや、死んだ。いや、これ、この女、こんなところに来れたわ。ね。危ない。オッケーオッケー。どこ行った？俺が見出しとくわ。オッケー。あ、これ、来る。あ、危ない。ナイス、オッケー。あ、
やべえ、危ねえ、マジマジ、いいか逃げようか、うおーお前か、お俺今やばい、くあの来とる、えポンプ来とる、ポンプ行け、ポンプ、ポンプ来とる、ポンプ来とる、行くためだ、行くためだ、行くためだ、オッケー、左行くわ、俺僕止める、あか、あかん、やばい、これあばい、やばい、やばい、止めれる、やばい、止めれる、あー終わった、止めた、おいやばい、コンハズを取れ、俺行き思った、 HP1 でやば、え上が来た、止めれなかったでしょ、クソ、 HP1 で行き思った、俺、はい、俺コンの力で行き思った、フルファントのコンで、オッケー、おらららららマジで怖いにゃ、はい、いった、オッケー、これ立て直す、よいしょー、いける、呪ったれ、よし、モズが HP 半分いくぞ、どこや、どこ行った、どこ行った、あっからやろこんなん、名人だ、はい、やばい、読みがらそう、行くか、やめよ、あぶあぶな、ヤクシヤクシヤクシ、飛ぶ飛ぶ飛ぶ、あぶ、あかん、出しろ、あぶね、出発だ、オッケー、じゃ、まあぶね、オッケー、いける、よいしょ、オッケーオッケーオッケー、じゃあ、あぶね、体勢させます、よいしょ、マジだ、飛んだ、あぶあー死ぬ、あぶね、しゃー、あぶね、こいつ強え、ほんま、やばいな、これやばいやろ、こいつ、これこの作戦じゃなくて絶対もうやられとんな、よいしょ、で、じわりだけどこれ減ってっとる、めっちゃ HP、ね、これ半分来たら多分あれ来んねん、あ、来た、増えやがった敵、え来た、これや、これ敵増えた、敵増えた、ほら、やばないか、やばいやばい、こいつ強マジ、でも敵増えたのあれやったな、あのニャン騎士が耐えてくれたな、あ、気絶した、最悪やな、俺あの後ろの行くやつがやばいな、危ない、どこにやばいさん、待て、馬で、危ねー、これか、まあとりあえず耐えるわ、これか、やばい、死ぬぞ、ニャン騎士、いた、危ない、死んだ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 、危ない、そ、よし、ナイス、危ない、おい、これ発動した、止めれるぞ、止めよう、やばい、これ来る、これでいけるはず、耐えろ、危ない、耐えろ、よっしゃ来た、止めた、あと1個、あと1個、あと1個、どこや、上や、上、上、え、止まってない、止まってなくない、あと上、誰か、あと2秒、タネ、間に合った、間に合ってないよこれ、マジかよ、さあガチだ、来た、ガチ溜まった、やばい、死んだ、ニャン騎士、あかん、あかん、あかん、どうしよう、どうしよう、殺すわけないか、いて、あかん、いける、一回逃げる、ニャン騎士、あぶれあぶれ、やばい、何の耐えたぞ今、やばい、来る、これその攻撃が早すぎやろ、やばい、絶対これはこの方じゃなくて当たっとるやん、攻撃こんなん、危ない、俺思うけどデスタルビームチャンスやろ、ほんま唯一の、よっしゃ呪っとこ、よし呪いで与えるっていうダメージをもうこのセコイ戦う、あ、減って半分きたー勝てるのか、でも集中やな、今14分経っとるけども、やばい、アップ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 、よし、いける、きっちり注目していく、オッケー、花巻ミサイル、オッケー、ナイス、2枚、よいしょー、オッケー、地道に、いやこれでも勝てるぞ、勝てる、頑張りました、ロボニャン、ハイホイ倒す、押し倒せ、花巻、花巻、オッケー、ザコドも倒す、よいしょ、危ない危ない危ない、いける、よし、よけた、よし、マクサって死なんねんな、オッケー、呪ったった、オッケー、ナイス、この呪いめっちゃええな、これオッケーオッケー、これ強いボスの時にこの呪い必須になるかもしれない、これはめっちゃええ作戦やんな、うん、やばい、俺これを初回で編み出した作戦通りハマっとんの、ほんま、危ねえ、これでもあれやな、避けるだけのテクニックがいるわな、最低限、やばい、これやばい、
これ、アップラ、あの、飛んだ時はマップ見て、敵の場所を見るしかないわよ。じゃあ、うん。ポケちょっと疲れた。あ、来た、これ、あれ、A ボタン。来たで。ポンプ、ポンプ来た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 。オッケーオッケーオッケー、下行くわ、俺。オッケー、下、片方行った。上行く。アップラ、よし。行ける。オッケー、アップラ。オッケー、来た、上がった。オッケー。あとちょい、え、あとちょい、行ってな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 い、オッケー、来た。オッケー、来たか。来たやろ。よし、来たー。オッケー。決めるぞ、ここで。オッケー、ここで。ここで攻撃しまくって。ほら、行け。いや、これ、まずい。こいつ、立てなの早いな、ほんま。来やがったか。あっ、プラ。よいしょ。よいしょ。まだロムネ。フィンハード増えてる。止めるな、俺を。とりあえず、俺も。ほら、あの。あ、くそ、外れなかった。入る、俺じゃあ、オッケー、一つまた。これ。ニャンギしたやろ。オッケー、ニャンギしたやろ。ニャンギしこそほんま役立つやろ。やばい。あいつ、この、守備力。絶対勝つ。これしかも俺地味にこれ、ニャンマチとニャンキやから、これ。両方これ限定用語やから、ダウンロードの。それがこれだったら多分強いんやろな。だけど結局、熱がれるを使ってんからな。今。やばい。痛い。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。怖い。こっちだ。あ、うおー、ダブルで、ダブルで、え、2回進化したな、やばい、やばい、おいおいおい、3回、進化しなかった、こいつやばいやろ、俺こいつ進化しなかったぞ、まずい、あー、大丈夫、全然余裕やんけ、こいつやばい、マジやろ、え、なんか来る、来た、じゃあこれチャンス、あ、そっか、これ押してきた、いけいけ、まだ全員来た、集中集中、これ勝てる、よし、デストラ来た、ラッキー、もうデストラがラッキーだろ、これ動き止めるから回復術でいいんやな、やな、これ強いな、これじゃあこれ範囲攻撃結構広い、広い、ら来た、来たぞ、 A ボタン、いくぞ、 A ボタンで OK、 あ、まだ止めれる、止めた方教えてな、1個目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 、何個止めた、みんな止めてない、まだ2個目、2個目、2個目止めた、2個目止めた、いけないですか、なんかいけへんな、こっちも押せへんで、どうか、え、よいしょ、押せるで、普通に、俺押せへんかったっけな、押せる、押せる、普通に押せるようになってへんや、俺の方、やばい、死ぬ、回復する、あれ、先押せたのに、押せになった、もう終わってもだよ、これ時間が。集中集中。マジか。まあ、いや、もう知らない。お、勝てるぞ、もうこいつ。あ、違う、ロボニャン、これ、DHP。見らせんな、お前。バーロボニャン倒した。よし、どこ行ったあいつ。待って、わかる。回復しておくしかない。あか、あぶれ、あぶれ、こいつ。回復しよう。ニャンキシだ、死んだ。ニャンキシを復活する。あか。いや、これやばい。やばい。やばい。あぶれ、天道やばい、ニャンキ死なせるわけにいか、よいしょ、またか、またか、こいつこっちやばい、止めた、奥か、うわ、クレッシャー、またか、やばい、くそ、集中したい、落ち込んだ、どこなんだよ、こいつ、オッケー、一回、とりあえず、まずい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 、やばい、絶対走りたい、当てる、当てる、危ない、危ない、危ない、耐えてくれ、どこにおるよ、お前さん、おった、オッケー、もう食らってみや、ちょっとぐらい食らってみや、オッケー、守備力あげた方ちょっとぐらい食らっても大丈夫や、もう復活した方が絶対やろ、これ数大事やからな、ほんま、お前さんも回復持ってやろ、だってオッケー、持っとる、オッケー、ガンキシュー、やばい、ニャンキシーだ、ニャンキシー、やばい、待って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 、こっち引きつけてやら、こっち敵を、あっ、充電完了、え、来た来た来た、今押せる、おっしゃ、始まる、ニャンキシェ、ニャンキシェ、オッケー、オッケー、俺も端末なんかないぞ、俺はあるで、なんなんこれ、じゃあ動画これプレイヤーのことに見えんとかあるんかな、やばい、お前メイン端末起用しやん、俺見えんと端末なんか、何やか、お、これ勝てるぞ、やばい、集中しよう、
これ一人しか見えへんのや、端末が。オッケー来た、俺端末見えた、俺端末今見えたで、なんか知らんけど。なんだこれは、俺の端末押せってこと、これ。どういうことなんこれ。すごい、オッケー、俺端末起動した。これなんの、なんなんこれ。全員端末あるってことけ。やば、クラダメだ。もう俺勝てるんじゃん、端末の起動せんの。ロボにはうざいな、ちょっと倒すわ普通に。俺もきた、クリティカル230ダメージ。おらーでか、俺必殺が溜まったから。きた、おい放つぞ。おらららら、マジで怖いんや。いけー、きた、これ勝てるぞ。いやー、この作戦で勝てるぞ。おらー、よし、やばやばやば、きた、やば。オッケーオッケーオッケー、この作戦編み出した俺はやはり天才か。よくだ、オッケーオッケーオッケーだ、オッケー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 、マップ見ながらよけたらいけるな、これ。よっしゃー、ニャンキシェ、ニャンマジョマジ強い。ニャンマジョとニャンキシェはこんな役立つと思わなかった、俺最後。やばい、うん、救世主。いや救世主やろ完全に。これもニャンマジョのこの蓄積ダメージ、まあええんやけど。よいしょ、そしたらこいつ火力高いしな、勝てる、これ絶対勝てるわ。これいったぞ、これ。どっちや、あ、真ん中、これこれ、ま、真ん中とかほんまやめろ、中段目のこと。やめろって。こっちだ。あーが、くら。オッケー。ニャンキシェ、ニャンキシェ、マジか。真ん中。間に合わなかった、ニャンキシェ。あぶ、あぶ、あぶ。いけるいける。ニャンキシェ、ニャンキシェちょっとやばい。おし、正面倒した。オッケー。ニャンキシェやばいぞ。決める、決まる、よし。当たってない、マイさん。うお、オッケー、オッケー。あぶない。もう一回が。来た、もう一回来た。いざこっち、お前、危ない、オッケー、危ない、危ない、ニャンキシェよ、いったんじゃん、これいける、いける、いける、いった、倒せ、きたー、え、いや、きた、え、きた、え、勝った、勝った、やばい、やったな、戻した、うわ、お、そう、戻した、やったやった、うわ、バッテリーや、もうたい、もうたい、きた、きたー、きた、やばい、作戦成功した、やばい、やばい、マジで、え、やば、レベル上げずに勝ったぞ、やばいぞ、こいつ、よっしゃー、これ作戦やばい、作戦勝ちや、なんか押せるボタン。いや俺これ一発いってこの作戦思いついたけど、まさかこんなうまくハマると思わなかったわ、ほんまに。やば、あえてこの熱ガレルを外す作戦、俺初、初で、俺初見、まさか、やば、俺のアドバイスなかったらボロ負けしてますから、こんな。いやめっちゃ強い、いやこいつマジフテナーダめっちゃ強いな、これが5個やったらやばい、多分俺がフテナーダ絶対勝てへんかったよ、これあのフーニャン使って熱ガレル使って絶対勝ててねん、これ多分やばい、うん、人、いやー、これやばー、これニャンマじゃ、これ遠隔攻撃はめっちゃ強いわ、このロボニャン、この28号倒すときは。俺も気になるやつあれやったもんな、うん、全員守備固めで、あの回復1人とタンク1人、やばいでこれほんま、マジで、妖術タイプ2人で勝てたかな今回。いやー、よっしゃ、きたー、嬉しい、これ23分の人制した、何ももらえんねんこれ、そんなもんお前5万ぐらいよこせよほんま。4000、やば、割に合わん、もうちょ、お宝、これ、これ大事だぞ、おい、やる、これ、今度2回も勝たれんぞ、うお、来た、来た、うわ、行こう、うわ、持ってない、攻撃、これはでも行くやろ、こんなこれはモーターっているんじゃなかったし、モーターって、え、俺さっき何ゲットしたんだっけ、確か俺、多分なんかエンジンかなんかじゃない、エンジンのモーターがあったのに、あ、バッテリーか、いや、これ絶対出てくる、これ、これ、これでかいぞ、これ、ほんま、これ、行け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 、行一番やろうね、おまけだ。今で戦ってこなかった名人が最後全部出たな、一番ええ。こいつ2回も出すの結構きついじゃん、だって。名人はさすがに譲ってくれへんかった。うん、だって、20分かかるやんから、こいつ。バッテリー、あ、でも俺モーターゲットしとった、あれ、あ、ほんま。あ、俺バッテリーが欲しかったやん。お、ブーストミスバロマンにダメージだ、こいつ。水剣。やば。だから 1.5 番あって、もう厳しいんじゃない、あいつやったら、ほんまに。ほんま強っ。あいつめっちゃ、確かに負けるって分かる、言うと分かるわ。俺のツイッターに、もう勝てませんって聞いとったんやね、みんな。なんかどうやって勝ったらいいんですかみたいな。で、俺そこまで行ってないから分からへんって言っとったんやけど。いや、俺そこまで行ってへんが解決したのになってへんじゃん。え、うわ。まさに一人でそれで頑張っとってよ。無理やろ。一人で頑張っとって。やばいやろ。作戦教えたから、まさに俺が。あ、これ。すんだ。すんだ。うわ。すごい、みんなこれで、みんなで教えてみたい。にゃはーん。もう止めていいにゃんよ。それでも未来の世界まで作っちゃうにゃんて。俺たちもうレジェンド級の活躍しちゃってるにゃんね。これレジェンドの布石やんけ、これもう完全に。レジェンド、そういえば、そんな風に呼ばれた連中がいたなぁ。レジェンド王が次多分、第22話。嘘。かつて伝説級の活躍したバスターチームが。レジェンド級のバスターチーム、山吹きの俺のチームか、もしかしてこれ。ウィス？
うん、そうだ、お前らの目の前にな。え？ブリ？え？ブリいけ、これ。ほんま。あ、でめっちゃ強かったよ。確かにな、700出してたからダメージ。え？一発。今からお前らのレジェンドのやつを見せてやる。特攻野郎 B チーム集合だ。え？やば。何これ？え？え、こいつら？マジ？え、こいつらすごい強かった。やばい。文字バダンゲ。文字バダンゲ、こいつ。やば、この展開。ということで、この一番いい展開で終わらせてもらって、まあ、長くなったんでね。まあ、ローブには F 型じゃなくて28号。倒すコツとしてはですね、まあ、かなり喋ったと思うんですけど、まず、守備を高くする。守備と HP の装備をつけるってこと。で、HP100、150とか、守備150の装備をつけとくってことが、まず1点目。で、2点目に、基本的に近接攻撃をしないということですね。で、離れて攻撃するということが、すごい大事です。まあ、近接攻撃で上手かったらいけると思うんですけど、まあ、念には念をで、時間かけてもいいんで、遠くから攻撃で、守備固めしていけば、かなり安定するんじゃないかと思います。あとはまあ、やっぱり、プレイヤー1人だったら厳しくても、まあ、2人3人と増やせばね、だいぶいけると思います。一応レベルは50ぐらいですね、俺らのレベルで。俺46やったん。マイス46で、俺のニャン騎士が45ぐらいで、多分、ニャンマジが53ぐらい。で、名人のやつが55ぐらい。で、クリアしたんで、まあ役割としてはヒーラー必須です。絶対に。絶対いるわ、これ。まあヒーラー2枚いるとかなり安定しますね。ヒーラー2枚。あとまあタンクも結構役立ちます。で、アタッカーは正直1人ぐらいでいいと思います。だからコマさんとか結構いいですね。アタッカーとタンク、アタッカーとヒーラーが両方こなせるんで。そんな感じで、やれば、いけるんじゃないかと思います。とにかく敵の攻撃を避けてから攻撃という感じですね。モーションが早いんで、撃たしてから攻撃っていうのを繰り返していけば、まあ20分ぐらいで勝てたんで、今回は。まあまあ、何か参考にしてね、ぜひ皆さんも28号倒してみてください。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。さあ、明日